はい、ってことで、今日もつぶつぶやってくんだけど、今日はね、マジョマレフセットってところで、今日はセレクトボックスにね、キック、復刻している、マレフセット、マレス、違う、マジョマレフセットを使っていきたいと思います。まあね、今日のタイトル通りね、まあ、スキルチケットがいらない、まあ、スキルレベル2までになっちゃってるんですけども、まあ、低スキル、まあ、スキルレベル1でもほぼ変わんないんだけど、まあ、そうね、低スキルでも、恋稼ぎがめっちゃできるつぶというところで、今日はね、マジョマレフセントを使っていきたいと思います。いや、このツバで、まあ、うまく言っちゃうと、マレフセントだけど、まあ、ちょっとコイン稼ぎ特化したマレフセントみたいな感じだね。まあ、ね、使っていきたいと思います。はい。まあ、このツバはね、まあ、その、コイン稼ぎ特化したっていうことでね、まあ、普通のマレフセントよりも、まあ、コイン稼ぎがしやすいと。まあ、必要粒数が多いんだけど、こんな感じで、まあ、結構ね、溜まりやすくて、まあ、一回スキルさえ使っちゃえば、結構ね、あのスキルもそんなに重く感じないかなといったところで、まあね、この粒ね、まあ他のね、マレフセント系のスキルと同様にね、まあ固定スキルだけど、まあ3チェーンをこうね、したりとか4チェーン、まあ4チェーンはしてきたけど、まあ3チェーンをいっぱいして、まあタイムボムを出して、時間を伸ばしてっていう粒なんだけど、皆さん、今時間短いじゃないですか、スキルレベルが低くて。だけど、まあ、この、ま、困ったらね、この落ちてくるこの今鳥に変化してる粒があるんだけど、その鳥を消すだけでもいいんで、とにかく、もうこのスキルを使ったらチェーンを押しまくってください。まあ、できれば3チェーンでいいんだけど、まあ、本当はね、こう3チェーンやって、スキル、やば、熱くて頭が回らなくなっちゃった。あのね、タイムボムを狙うのもいいんですけども、まあ、実際ね、この赤い鳥を消して、こんな感じ25消しとか、ちょっとロングチェーンして25ゲストとかするだけでも結構ね、この粒稼げるんで、まあ、よかったらね、もしゲットしたら使ってみてほしいんだけど、まあ、今日の動画タイトルある通り、やっぱ低スキルでも強い粒といったところで、この粒ね、まあ、大体このスキルレベル今2なんだけど、まあ、1でも、まあ、大体4000ぐらい稼げて、まあ、スキルレベル2だと、5000、半ばから、まあ、6000ぐらい稼げるんで、まあ、かなり強いかなと。僕は思うんですけども、皆さんどうですか？今のところ見てて、こう強いなって思うでしょ？これスキルレベル2だからね。うん。なんなら僕今ウォーミングアップとかしてないんで、ちょっとね、今さっき前ちょっと休んでたんですよね。だから、そのウォーミングアップなしで、こんだけ、まあスキルが、ね、回って、で、これスキルの必要潰す、だって20、いくつだっけ？ 1 だっけ？ちゃんと見てたらあれだけど、結構重いはずなんだけど、意外とね、スキル回るでしょ。いや、これで絶対運営さん、ちょっと、調整ミスったなと、僕思っちゃうんだけど、やっぱね、こう、マレフセント系のね、スキルって意外とさ、まあ、結構溜まりやすいんだよね。なんかさ、まあ、一番溜まりやすいのは、個人的になんだよ、マレフセントドラゴンなんだけど、まあ、邪魔れとかでも、まあ、結構消しても、まあ、こう、頑張れば、まあ、スキルループするとか、そんな感じで結構ね、まあ、普通のマレフセントは例外として、まあ、結構さ、その、まあ、粒を消すから、この効果中に。意外とこの20いくつ必要粒数があったとしても、結構ね、スキルが回ってくれて、まあ、いいかなといったところで、まあ、1プレイ目は、まあ、4500ぐらいいくかな、これ。うん。まあ、とにかく、もう消すことだね。もう20とか言ってもいいから消すことで、本当にもう頑張って6000とか行きたいよって人は3チェーンを頑張ってください。で、タイムボム出して伸ばす感じで。まあ1プレイ目はこんな感じですね。いや、ちょっと5000行きてえな、今日。ちょっと、5000行くまで今日やるわ。あー、微妙。あー、下手くそ。飲みない。ちょっと、あー。全然ダメだ。ほんとね、言い訳になっちゃうかもしんないんだけどさ、ちょっと暑くてさ、部屋が、もうとんでもなく体力が消費されるっていう、ね、ことなんだけど、もうやばいよね、この40秒で1000も稼げてないって。下手すぎるわ、さすがに。下手にも程がある。いや、でもな、ちょ、5000来てんだよな、ちょ、ガチで頑張るわ。でもね、これはね、喋りながらずっとやってるっていうのもあるんだよね、正直。まあね、僕の動画ってね、ほとんどね、カットされる部分が多いんだけど、まあそこでもね、結構こんな感じでね、もうノンストップでほぼ喋りまくってるから、ね、余計にそこで体力も消費されるっていうのもあるからね、そこで、こう、スタミナが後半まで持たずに、残りね、20秒ぐらいから一気に時間が減ってっていうことがあるから、一回ね、黙ってプレイしてみるわ、こっから、こっからね。
こう残り1000ぐらいから黙ってやったら行くんじゃねえかなというところで、ちょっと黙ってやろう。やばい、黙れないやばい、もうなんか黙る方が余計に苦しくなっちゃう。まあでもいいんじゃない、まあいい、30秒ぐらいを今キープできてるからこれなんだよ。まあさ、この粒のやっぱいいところは、まあ、マレセド系のね、スキルだから、まあ、こういうね、途中の、例えば30秒あたりのところで、まあ、例えば1分とか、粘れるとか、そういったところがやっぱ、ね、時間を伸ばす系のスキルの僕の大好きなところなんだよね。粘れる。これほどにね、やっぱね、ネバール君みたいなね、ネバネバな粒はいねえよ。やっぱね、こう、マレセド系のスキル、やっぱたまんねえよな。やってて一番気持ちいいし。気持ちいいし、気持ちいいし、うん。ただもう12秒を迎えようとしている。もう迎えたけどやばい、10秒ただこっからでも時間を伸ばせるのがこの粒のねいいところだから、ちょっとこいつのいいところを見せたい。見せてみろ、お前の本当の姿を見せてみろ俺に。いや頑張れいや5000いけそう、いやいける、あの絶望的な状況から5000いけるのか俺は。いや頑張ってほしい。タイムボム2個出た、これでかいこれでかい。後半のタイムボム2個はマジででかい。だって4秒増えるからね、2個で最高だよな。やばい、いやおい、ちょやばい、ギリギリすぎる。あと300枚、あと200枚、頑張れ、いける。もうここで決めるしかない。いやどうだ、あぶねえ、ギリギリいったー。よし、これで、まあサムネはこれだな。5000稼げるギリギリだけど5000稼げると言ったところで、うわー、ちょっと今日もねガチャ回し終わりたいんで、ちょっとコイン稼いでいきます。もう体力が持たん。ちょっと待って、ちょっとやばい、きつすぎるわ。いや、ちょっと今日5000いくまでとか変なことしたからちょっと体力が邪魔れで一番ギリギリってあ足りない足りない。もうこうなったら雪エルでやろう。やばい、あ、目の前が真っ白になってきたぞ。よし、やってこう。まあ、ただね、このユケル、まあ、最近ね、ロングチェーンっていうか、こういうね、ユケルとかのスキルがちょっと苦手って言ってたんだけど、僕最近思ったんだよね。もうユケルさ、そうね、長め消さなくていいんだよ。もうこうやってさ、123で40消せばいいんじゃね。別にさ、こうやって40とかね、消去してもよくね。もう人それぞれの消し方でよくねって最近気づいてやってるんだけど。やばい、死ぬ。なんか今のもうね、貧血みたいな、なんか、いや俺今ね軽い熱中症だと思う。なんかね、もう部屋の中の今温度がね、30度近くあるんだよね。すごいモワモワしててさ、汗もびちょびちょにさ、水分も取らずっとさ叫び続けてるからさ、もうなんかやばい、もう幻覚が見始めたわ、だからもう。やばい。あれ、なんかやばい、ちょっとあれ、あ、やばい。ごめん、ほんとごめん。さ、ちょっとほんとにね、ほんとはね、クーラーつければいいんじゃんって話だろうけどさ、クーラーのリモコンがさ、ないんだよ。なあ、クーラーのリモコンがどっか行っちゃった。だからさ、この部屋がもわもわしとる中でさ、撮ってるんだけどさ、ちょっと、やばいわ。多分ね、今の俺、多分あれだわ。軽い熱中症になっとるわ。熱中しようとかそういう冗談言ってる場合じゃなくて、もうただ単に軽い熱中症になってると思うわ今。なんかね、
なんかね、うん、やばい、何も回らなくなっちゃった。ちょっと待って、これはヘッドホン外して。ちょっと待って。やばい、俺死ぬ。このまま撮っとったら。もういいや、このまま流れ、もうガチャ回して終わろう。俺無理だもん。ちょうどたまった。この流れで、俺は、ミディを出して終わりたい。出ない。もう無理。限界。もうすぐあなたをあなただけを迎えに行きます。もうそうすごいアバンチュール、今日だけはダンディで男前、晴れ渡る青い空にあなたといるだけでいい、夢のドライブへ、ラララララこたすランデブー、歳がいなくても輝けたなら青春、許されるならばいつか飛び込んでみたい、あのムチムチの海に、マチコ先生。